稲葉の白うさぎ。ヤマタノオロチを退治した出雲の国の神スサノオの子孫にあたる大国主のお話です。大国主は若い頃大ナムジと呼ばれていました。大ナムジには大勢の兄神がいました。兄神たちは若い大ナムジにいつも意地悪をしていました。さて、大勢の兄神は稲葉の国の美しいお姫様八神姫の噂を聞きつけ、結婚したいと考えていました。どの兄神も自分こそがふさわしいと思って譲りません。それでは八神姫に決めてもらおうと、みんなそろって稲葉の国へ行くことになりました。この時も弟の大ナムジにはつらく当たります。旅の荷物を入れた袋を担がせ、家来として連れて行ったのでした。旅の途中で桁の岬を通りかかった時のことです。兄神たちは川をむかれて赤裸になったウサギが岬に倒れているのを見つけました。惨めなウサギに兄神たちは教えてやりました。早く海の水を浴びて、よく風に当たるところで寝ているといい。それが一番だ。けれどもこれは意地悪だったのです。ウサギがその通りにすると、風で海の水が乾くにつれて、体中の肌が裂けてしまい、血がにじんで痛くて苦しくてたまりませんでした。ウサギが地面に転がって泣いていると、最後に大きな袋を担いだ大ナムジが通りかかりました。荷物が重いので兄神たちからだいぶ遅れてしまったのでした。ウサギに気がついた大ナムジは気の毒に思って声をかけました。お前はどうして泣いているんだい？ウサギは泣きながら自分が赤裸になったいきさつを話し始めました。私は沖ノ島に一人で寂しく住んでいました。桁の岬へ渡りたかったのですが、渡る方法が見つかりませんでした。海にはたくさんのサメが泳いでいたからです。けれどもある日いいことを思いつきました。サメを呼んで言いました。ウサギはとっても数が多くて立派な一族なんだよ。サメよりずっと多いと思うよ。サメは数の多さを自慢していたので、すぐに言い返しました。サメの方が多くて立派に決まっているさ。それなら私たちウサギと数の比べっこをしようじゃないか。サメはすっかりその気になりました。いいとも、絶対負けるもんか。けれどもどうやって比べればいいんだ？私は言いました。比べる方法が一つあるよ。サメの一族を全部集めて、この島から桁の岬まで一列に並んでごらんよ。そうすれば私がサメの背中を一匹ずつ飛び渡って数を数えよう。ウサギの数との勝ち負けがわかるよ。サメの一族は私が言った通りにしました。まるで岬までサメの橋を架けたようになりました。サメの背中を飛び渡りながら、私は頭のいい自分が得意で仕方がありませんでした。岬が目の前となり、あとは憧れの土地に飛び降りるだけになった時、もう安心と思って行ってしまったのです。お前たちは私にまんまと騙されたのさ。
その途端、最後に並んでいたサメが海から跳ね上がり、私を歯で捕まえました。そして、毛皮を身ぐるみ剥いでしまったのです。辛くて泣いていると、先ほど通りかかった大勢の神様が、海の水を浴びて風に当たるといいと教えてくれました。けれども、その通りにしたら、体が傷だらけになり、痛さがもっとひどくなってしまったのです。うさぎの話を聞いた大ナムジは、心からかわいそうに思いました。今すぐ河口へ行って、真水で体を洗い清めてごらん。それから、岸辺に生えているガマの穂の花粉を集めて、たくさん撒き散らした上を転がってごらん。そうやって体中にまぶせば肌の傷が全部良くなり必ず元通りになるから。大ナムジが言った通りにすると赤裸のウサギに真っ白な毛が生えてきて元の姿に戻れたのでした。これが稲葉の白ウサギです。白ウサギは大層喜んでお礼の代わりに言いました。先ほどの兄神たちは誰一人稲葉の八神姫に選んでもらえないでしょう。家来のように荷物を担がされていても八神姫はあなたを選ぶでしょう。この白ウサギは予言したことを本当にする力があったのです。今はウサギ神と呼ばれています。大勢の兄神は八神姫の大きな屋敷にたどり着きました。そして早速庭先へ行き、家の中の八神姫に代わる代わる結婚を申し込みました。しかしお姫様は一度も戸を開けようとしません。どの兄神も家の中に入れてもらえませんでした。そこへようやく大ナムジがたどり着きました。すると八神姫は初めて戸を開け姿を見せました。噂通りの美しさでした。私はあなた方兄神の言葉を聞きたくありません。私が好きなのは大ナムジの神です。全員の前でそう言った八神姫は大ナムジだけを中に招き入れました。他の兄神たちは外に立たされたままでした。大勢の兄神は悔しくて悔しくて腹綿が煮えくり返りました。家来にしていた弟に八神姫を取られてしまったのです。この日から兄神たちは団結して目障りな弟を殺す計画を立てたのでした。ある日、兄神たちは大ナムジを連れて隣の国の山へ出かけました。そして大ナムジに命じました。この山には赤いイノシシがいる。我々が山の上から追い出すから、お前は下で待ち伏せして備えろ。失敗したら必ずお前を殺すぞ。そしてイノシシの形をした大石を火で真っ赤に焼き、山の上から滑り落としました。大ナムジは赤いイノシシが走り降りてくると思い込み、捕まえようとして大やけどを負って死んでしまいました。大ナムジの母はこれを知って嘆き悲しみ、天に昇って命の母神、カンムスヒに泣いて訴えました。母の願いを聞き届けて、カンムスヒは赤貝のキサガイ姫とハマグリのウムカイ姫に助けに行かせました。キサガイ姫が赤貝の貝殻を削り、その粉をウムカイ姫がハマグリの白い汁で練り、母の乳に似た薬を作り出します。そしてこの薬を大やけどの体に塗ると、大ナムジは元の麗しい男になって元気に歩き回りました。
大勢の兄神は失敗を知り、もう一度大ナムジを山に誘い出しました。今度は大木を縦に割り、割れ目をくさびで押し広げて、大ナムジを割れ目に入らせました。素早くくさびを抜き取ると、大ナムジは強く挟まれて死んでしまいました。母が泣きながら探しに行き、挟まれた木を折って助けて、今度も生き返らせました。そして言いました。このままでは、お前は兄神たちに滅ぼされてしまいます。母は大ナムジを木の国の大やびこのもとへ逃がすことにしました。ところが兄神たちは木の国まで追って行き、弓矢を備えて弟を出せと迫りました。大やびこは木の股から大ナムジを逃がすと言いました。スサノオの神がおられる。根の片すくにへお行きなさい。きっとあのお方が良い知恵をくださるでしょう。そこで大ナムジは木の根の先へ向かいました。このあと大ナムジは根の片すの国で大国主になる力を手に入れるのです。けれどもそれにはさまざまな危険が待っているのでした。おしまい。どうだったかな？このお話は日本の神様のお話です。大ナムジは神様だから生き返ることができたんだよ。人間だったらこんなことしたら絶対に生き返ることはできないんだ。だから意地悪したり危ないことをしたりしたら絶対にダメだよ。面白かったと思ったらチャンネル登録とグッドボタンを押してね。それじゃまた次のお話で遊ぼうね。